こんにちは、土の子です。今日は5月31日、バチトルセンター練習台は忍者 vs 〇〇。マニアックな海外の映画にいっぱいあるらしいっす。忍者好きだよね、ほんと。日本はそんなに忍者推しではないよな。さて、ハンマー台ですね。ここはまずここを打つんじゃないのかな。どうなんだろう、ちょっと打ってみる。トン、2個落ちか。これ重たそうだね。でも奥から行くの、でもぐい押して行ってみる。せい、隙間に入って振りかぶる。あー、やっぱりな、一発で一気に落ちないよね、あの右上の角にね、つららがあるから。憎きつらら、あのくぜ、2個落ちないかな。おお、2個落ちた。いけるいける。さあ、ちょっと待ってから、はい、どうだ、スポーン。何度でも蘇る。こら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 。ということはちょっと待って、弱く落とさなきゃダメってことでね。振りかぶっちゃダメ。はい、振りかぶんないで。じゃあ、なんだよもう。どこへ行こうというのかね。やべえ、大丈夫かな。これ最後難しいぜ。コアトリお願いね。ピッ、よしよし、頑張りますよ。今日これ行きましょう。まずはさっきと同じように振りかぶりながらここ打つ。あ、振りかぶれなかった。うー、きつ、やべえ、大丈夫かな。やばいです、1個しか取れなかった。おしゃれプレイいっちゃうよ。ちょっと落ち着いてしっかり振りかぶる。こんぐらいかな。振りかぶっていけ、頼む、2個落ち。うわ、やばやべえ、これぐい押しでいけないかな。これ重くて動かない。あー、うわー、きつい。落ち着く、落ち着いて、これ2個落ちてほしい。頼むぜ、2個落ちれるはず。いけ、2個落ち、よし。さあ、あとは2手使ってしっかり忍者を取っていく。こう揺らして止めて、振りかぶったら元に戻る。振りかぶったら元に戻るから、この辺でどうだ。いけ、よし、あぶねえ、よかった。さあ、またこの台をちょっと見ていこうかな。真ん中の2つをどっちから取るかだよね。このキリギリスの横に置いたらどうだろう。真下に落ちちゃった。やっぱり左側にやって、やっぱ3、4手かかるよね。はい、今日は忍者のフェスのやつですね、ゲットしました。はい、それじゃあ今日のミンバスコーナー行ってみましょう。ハンギョドンの恋、ビビッときたみたいっすね。あのヒレがいいんすかね。ハンギョジンのセンスはわからないっす。これいいですね。あのシンプルだけどすごい光景がね、思い浮かんできますね。ハンギョドンはやっぱ険しくて男らしい感じが好きになったのかな。はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日は練習台と本番台ともにね、また同じ台やったんですけど、なかなかうまく取れないね。やっぱりあの右上のつららに当たって、まあ、ニコ取りがねなかなかうまくいかないのと、本番台の方ではね上の方に戻ってきちゃってちょっと嫌な形になったけど、なんとかね5プレイで取ることはできました。まあ練習してたおかげだね。練習でミスってたからね。ということで、また地道に1台ずつコンプしてってるので、1回ねスティックアームを、早めに成功させて、プレイすればなんとかねコンプできる算段なので、いろいろね考えつつやっていこうと思います。ということで、また明日もねよかったら見てください。それでは土の子でした。